無敵の生き方、すべてが味方になる宇宙法則、小林正観。第5章、喜ばれるために生まれてきた。競うこと、比べること、争うことは日本人の性に合っていない。だからがん細胞が生まれ、体が壊れていく。日本人の死因のトップはがんで 32% です。2位は心臓麻痺で 16%、 3位が脳梗塞、脳一血で 15%、 全部合わせると 63% くらいで、3人に1人はこの三大疾病で死ぬことになります。この数字は他の国と比べて突出して高いそうです。それは日本人が無理な生き方を強いられていることに一因があるようです。日本人はずっと米を主食としてきた農耕民族であり、いわば草食動物です。草食動物は互いに出会っても戦いません。同じ種族は皆仲間だったからです。それに比べ欧米は肉食を中心としてきた狩猟民族、いわば肉食動物です。例えばライオン同士が出会うと、自分の縄張りを確保するために喧嘩をして、相手を追い払うか殺すかのどちらかです。肉食動物は同種のものでも目の前に現れるとすべて敵になります。草食で生きてきた人間と肉食で生きてきた人間とでは、何千年とかけて心のありようが全く違ってきました。草食動物の日本人に戦いの原理、競争の原理を持ち込んできたのは明治政府でした。明治政府が取り入れた西洋的な価値観というのは、人と競うこと、比べること、戦うこと、抜きんでることです。算数の点数が悪いと何とかしろ、国語の点数が悪いのを克服しろというふうに、足りないところを挙げ連ねてそこを強化しなさいという教育をしてきました。その結果、日本人はそもそも性に合っていないのに、競うこと、比べること、争うことをするようになり、ストレスがたまって体が壊れていく、つまりがん細胞が生まれやすくなってしまったのです。日本の古来の教育は全然違うあり方でした。江戸時代の日本人の識字率はなんと世界最高の水準でした。士農工商の階級にかかわらず、3人に1人が字が読めたのです。この教育を支えたのは寺子屋でした。寺子屋は読み書きそろばんを教えることが目的で、社会に出てでっち奉公をした時にせめてそれくらいできるようにと、最低必要な学問を教えたのです。人と比べたり順位付けをするという教育とは全く違いました。私たちは戦後の学校教育の中で、競って争って抜きんでなければバカだ、クズだと教えられてきました。しかし本来草食動物として生きてきた日本人には遺伝的に向いてはいないのです。人間の血液は中性で pH7.0 くらいです。イライラしたり腹を立てたり怒ったりすると pH6.8 から 6.9 くらいとなって、酸性に偏り尿酸が出ます。その尿酸が白い結晶になって、矢尻のような先端があちこちに突き刺さり、体中が痛くなります。つまりいつも不機嫌な人はリウマチ、神経痛になりやすいのです。これが 7.1 から 7.2 くらいになるとアルカリ性になり、尿酸は完全に溶けて体も痛くなりません。いつもニコニコして幸せ、楽しいと思っていると血液はアルカリ性になるのです。人と自分を比べたり競争してストレスをためないこと、イライラしないことが
健康の秘訣です。人生を楽しむための方法、その最高峰にあるのが喜ばれる存在になること。この 2,3 年で子供が受験をするという親からの相談が100件くらいありました。子供に向かって勉強しなさいと言っていませんかと聞くと、必ずと言っていいほど言っているという答えが返ってきます。その時、私はいつもこのように言っています。子供に向かって勉強しなさいというのをやめませんか。ただひたすら温かい言葉をかけてみてください。今のあなたが大好きよと言い、寝不足なら少し休んだらと言ってみたらどうですか。つまり説教するのではなく、温かい言葉を投げかけるということ。子供が我が家に生まれてくれたこと、毎日笑顔でいてくれることにありがたいと感謝をするということです。ほとんどの人は親が子供に感謝をするという考えがないのかもしれません。子供に感謝をし、温かい言葉を投げかけるという方法に踏み切った方が100人くらいいらっしゃいました。そしてその方々の子供が不合格になったという報告はありませんでした。偶然かもしれませんが、もしかすると神様が関わっているのかもしれません。神様は感謝するという概念がとても好きだからです。私の場合は長女が知恵遅れの障害児でしたけれども、長女が我が家に生まれてきてくれたことで分かったことがとてもたくさんありました。小さい時からいつもニコニコと笑っている姿を見て、人間の価値は頑張ることでも人と自分を比べることでもないと気づかせてくれたのです。人の価値とは、そこにいるだけで周りの人を温かく優しい気持ちにすることができるかということ。周りの人を喜ばせる存在にこそ人間の価値があるのではないかということを教えてくれたのが長女でした。もしこの子が健康な子供に生まれ優秀に育ったなら、私はそのことに永久に気づくことができなかったかもしれません。人間にはいろいろな側面があります。頭脳で社会に貢献する人もいれば、絵を描いて喜ばれる人もいます。笑顔で喜ばれる人もいます。どんな形であっても喜ばれる人ならば、人間としてとても価値のある存在なのです。私は長女が我が家に来てくれたことにとても感謝していますから、怒ったり怒鳴ったりしません。その結果として親子関係がとても穏やかなものになっています。人間はこの世に修行をするために生まれてきたわけではありません。人生は辛く悲しいことを乗り越える修行だと思った方が気が楽になるなら、その考え方を選んでもいいでしょう。しかし私たちが肉体を持って生まれてきたのは楽しむためです。人生を楽しむというその最高峰にあるものが、自分の存在が喜ばれるということ。人間の根源的な生き方は喜ばれる存在となることです。まず自分が楽しんでやる、その気持ちが人に喜ばれる。ある日の講演会に喫茶店の経営者が来て、次のような報告をしてくださいました。清官さんのお話を聞いて、お客さんに喜ばれるように過ごしてきました。しかし売り上げは上がらず、それどころか徐々に減っていきました。売り上げが上がらなかったのは喜ばれていなかったということです。本人が喜ばれていると勘違いしていただけで、実際にはお客さんからは喜ばれていなかったということです。私はその方に向かって言いました。売上が上がらないと文句を伝えに来たのですよね。今日も儲からなかったとイライラしながら仕事をしていませんでしたか。そのイライラした気持ちはお客さんに伝わり、足が遠のきます。
喫茶店はくつろぐためにあるものですから。儲からないと文句を伝えに来たということは、儲けが最優先だったということがわかります。喜ばれるということは、売り上げを上げることが最優先ではないということです。明るくて楽しい人が集まって話をしていると、こんな面白い商品を作ってみようかというアイデアが突発的に生じることがあります。面白そうなのでその話に乗ってみると、意外とその商品が売れることがあります。暗い気分で作っていてもなかなか売れませんが、面白がって作ったものは売れていくのです。面白がっているというだけで、その商品にパワーが生まれるようです。見ただけで元気になる、触っただけで元気になる、持っているだけで元気になるという現象が起きてくるのです。20世紀は頑張って努力をし、辛い思いをしながら結果を出すという時代でした。しかし21世紀になり、楽しみながらにこやかに生きていくという時代に切り替わったようです。いくら努力をしても思うようにならないじゃないかと苦しんでいる人は、やり方を変えた方がいいかもしれません。まず自分が楽しんでやり、それを面白がる。そうすると自分も周りも活性化され、それは会社の経営にも影響する可能性があります。繊維業界が不況で低迷している時のこと、ありがとうという文字がたくさん書いてあるハンカチがあったら面白そうだと思い、ハンカチを扱っている店の友人にこの話をしてみました。その方は70歳くらいで、すでに息子さんに代を譲っていました。しかし面白そうなので、ありがとうの文字が3280個書かれているハンカチを作りました。楽しみながら作ったこのハンカチは、年間5万枚ぐらいのペースで売れていったそうです。その後、ハンカチの他にもタオルなど、楽しみながら作った商品はいろいろ生まれ、それに関わっている会社は不景気にもかかわらず、元気で楽しくやっています。大切なことは、商品を売ることより、お客さんに喜んでもらうこと。お客さんを喜ばせるには、まず自分が楽しむこと。自分自身が楽しみ、そして周りの人に感謝をしていくことです。そうすると、それを上から見下ろしている神様も応援をしてくださるようです。